はい皆さんこんにちはえっ、ー、と今日は、えー、私がプレゼンテーションをいたします、えー、ペンシルベニア大学で日本語を教えています高見智子と申しますどうぞよろしくお願いします、えー、今日のトピックはユニット1ということで家族について話しますよで家族なんですけどえっ、ー、と特に家族結婚してからの名前 について話したいと思います、えー。本当はね、皆さんと会って一緒に勉強したかったんですけど、あの今日はビデオでということでどうぞよろしくお願いいたします。はい、じゃあまず家族について考えてみましょうね。皆さんの家族についてちょっとビデオをポーズして話してください。家族に誰がいますか？ 何人家族ですかお父さんお母さんね自分の家族を言うときは父母という言い方をしますねちょっと家族について簡単に話してみてくださいはいじゃあ今度は大きいねコンセプトで家族を考えてみましょう家族というのは何でしょうね家族にはまあ普通誰がいますか誰が 家族、そして誰が家族じゃないかという決めるポイントは何ですかそして、まあ、一つの家族の中でリーダーになる人とか力がある人っていますかねえどうなんでしょうね。はい で家族は何ですかっていう時に辞書を見ると、まあ、いろいろな定義がありますねちょっと英語の定義と日本語の定義を書きました。日本語の定義心配する必要はないですよでまあ大体同じような意味ちょっと違うところもあ,あるかもしれませんけどまあ大抵家族っていう時のキーワードっていうのは結婚した夫婦 これは、結婚した人これは夫婦と言いますね。夫と妻夫婦、それから、まあ、もう1つのキーワードが子供というキーワードになってきます、ねえー、それについて今日話すんですけどさっきも言ったように特に結婚と名前について今日は考えたいと思いますよ。いいですか、はい じゃあ,あ私の名前を見てください、えーと。私は高見智子と言います。日本語の名前ですね。そうですね。高見っていうのが、 家族ののの名名前前ななんんでですすねねそしてってっいうのが私日本語で家族の名前っていうのは、まあ、いろいろな言い方がありますねちょっと古い歴史的な言い方今も使いますけどは生とかカバねというあものですね、えー、と今でも生という言い方はよく使いますそれからもっとよく使うのは苗字という言い方です苗字っていうのはこの名前の字と書いて苗字 と言いますね。じゃあ質問しますね皆さんの家族では家族の人のそれぞれそれぞれのメンバーの人のそれぞれの名字は同じですか違いますかどうですか私はね子供がいるんですよ2人息子がいます2人の息子は私のまああのあお父さんの名前を使っているので 私の2人のの人息子アメリカの名字があります私は日本の名字高見智子なので息子たちと名前は違うんですけどねはいまあ皆さんの家族はどうかなみんな一緒かなその方が多いかもしれませんねはいじゃあちょっと見てください新しい語彙ですね夫婦が同じ名字は 夫婦同姓と言います。同っていう感じは同じっていう感じね「性」という漢字はさっき見た名字ということですね夫婦同姓と言いますそして夫婦が違う名字は夫婦別姓と言います別っていうのは違う離れるまあ違うっていう意味だねなので夫婦別姓は夫と妻が違う名字を使っているという意味になります 皆さんの国では,皆さんの国では夫婦の名字は同じですか違いますか同じにしなければいけませんか同じにしなくてもいいけどみんな大抵同じですかどういう感じですか国や文化によって違うかもしれませんね。はい。じゃあちょっとと世界のの国を見ると夫婦の名字が 同じでも違ってもどちらでもいいですよっていうチョイスがあるところがたくさんあります。これを日本語で選択的夫婦別姓制度と言います。選択的っていうのはチョイスがある選ぶことができますという意味。 そして夫婦を別姓しても大丈夫ですよというシステムがあるんですね見てもらうと分かるんだけど結構たくさんありますねアメリカもそうですねそしてアジアの国中国や韓国もそうだしヨーロッパもそうだし私ね友達がマダガスカルアフリカにもあるいるんですけどマダガスカルもそうなんですねいろんな国が選択的夫婦別姓制度なんですよ。 ね、じゃあ皆さんまだ皆さんは、まあ、高校生だから結婚はまだ早いよ早いんですけど皆さんが将来結婚した時夫婦の名字はどうしますか同じがいいですか違った方がいい違ってもいいいろんな意見があると思いますね。そそししててどうしてそう思いますか ね、これクラスでディス,コンディスカッションしたらね面白いかもしれない男子学生と女子学生が違う意見があるかもしれないね本当に皆さんとクラスで会いたかったんですけど残念ですけどまあビデオですので皆さんちょっと考えてみてください、はい、でもしかしてもう気づいたかもしれないんですけどさっきのあ選択的別姓制度 日本は入っていませんでした。はい、なんか皆さん鋭い人は気が付いたかもしれません。日本は法律によって夫婦同姓制度になっています。つまり、結婚した日本人の夫婦はまあ、どちらかの苗字を使う。でも同じ苗字を使うということなんですね。同じ苗字でなければいけないということなんですね。 面白いですね。ね、じゃどうしてそうなのかっていうのがまあいろいろあると思うんですけど、ちょっと名字の歴史を見てみましょう。名字の歴史ね結構面白いんですよ。一緒に見てみましょうね。はい。江戸時代ってわかりますか？江戸時代って古い時代、侍の時代だね。1603年から1867年。江戸時代、そしてその前の時代は。 一部の人以外は苗字がなかったんです。社会の中でいとても上の人とか特別な人だけ苗字性があったんです普通の人は名字がなかったんですねで明治時代ですね日本がモダナイゼーション始まった時その時に1875年に日本人みんな苗字 ということになりました苗字を持つことになりましたそして明治31年1898年に夫婦同姓制度が始まったんですねそしてその時同じように結婚についても決まりがありましたその決まりっていうのは妻は結婚した時に夫の家に入ります という文もう一つはこれ「古ュって言うんだけど「古」っていうのはあの、まあ、あの家っていう意味なんですねここではね家の主人そしてその家族の人は同じ名字を使うということですつまり妻は結婚すると夫の家に入るので妻がそして同じ名字でしょだから妻が夫の名字を使うという まあ法律がででできたんですねはいで面白いのはねそのね歴史を考えると例えば今言った古っていうのは家の主人っていう意味だから夫っていう意味ですよねそうすると今皆さん日本語のクラスで勉強しましたかハズバンツっていうのが主人という言い方ができるっていうのも勉強したと思います。そそこかかからら来ているのかもしれない、ね、それなね 結婚するというのが、まあ女の人、妻が夫の家に入るというコンセプトだったので、例えばねこの言葉習ったかちょっとわからないんですけど、嫁という言葉があります。Bright bride in l o v wife という意味なんですけど、漢字見て女の人が家ね家に入るでしょう。面白いね。はい、そして。 その漢字を使った動詞はとつぐと言いますこの「嫁ぐ」っていうのは結婚すると同じ意味のちょっと古い言い方なんですけどでも古い言い方でもこれは女の人が結婚する時ときに「嫁ぐ」って言って男の人が結婚する時ときに「嫁ぐ」って言わないんですよ。ねえ面白いですね。言葉があのななんていうかな歴史 と関係してくるとすごく面白いですね。はい。オッケー。じゃあここまでいいですね。明治時代は女の人が夫あの妻が夫の名字を使うっていう法律でした。そしてま昭和ですね。えー、昭和 第二次世界大戦がありました。ちょっと漢字が難しいけど、わかるかな。2番目の世界の一番大きい戦争です。1945年に終わりましたね。その後に日本は新しい。まあ、法律憲法でできて、法律でこの新しい法律のキ,キーワードね。あるいは憲法のキーワードは？ ちょっとアンンダーラインしたこれね難しい日本語だから皆さん分からなくていいよアンダーラインがキーパート夫婦が同等の権利を有するつまり夫婦夫と妻は同じですよ同じ権利がありますよっていう言い方なんです明治はほら夫妻は夫の家に入って夫が家のリーダーです主人ですでしたね 新しい昭和,のけあの昭和は夫と妻が同じレベルですって言ってますそして夫婦の名前は夫婦同姓だけど夫か妻どちらかの名字を使うだから明治前の古い法律は女の人が男の人の名前を使わなければいけない新しい憲法は夫の人がお夫が 妻の名字に変わってもいいあるいは妻が夫の名字のに変わってもいいどちらでもいいですよでも1つにしてくださいという新しい、まあ、法律なんですね。うん、なんかもっとリバラルになった感じがしませんかねそしてこの今、まあ、このシステムこの法律が今も2020年今も続いています。はいい、ね、面白いね はいじゃあ、ちょっと次見てみましょう。じゃあ、法律はそうですけど、じゃあ、本当の実際、現実はどうかですね、見てみると、妻が自分の名字を夫の名字に変える、この方、これ、何パーセントぐらいだと思うまあ、実はこのパターンが一番多いんですね、何パーセントかっていうと、だだ 約95%、ほとんどがそうですよ、ね、面白いね。で、えー、っともちろん今、えー、っと日本にはいやいやいや、選択的夫婦別姓制度にしたいですという意見があります。夫婦、違う名字を使ってもいいと思います、OK にしましょうよっていう意見があります。ね はいで今、ちょっと今皆さん考えてるんだけどちょっとねここで皆さんにチャレンジしますよ。いいですかもしこれがディベートだったらいい今、日本は夫婦は同じ名字じゃないといけないという考え方ですね。そしていいいいや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  夫婦別姓にしましまょう。選択的別姓もいい,でいいじゃないですかってチャレンジしている人がいますよ。いいですか。もし皆さんディベートするとしたら選択的夫婦別姓制度にしたいという意見に賛成反対の意見両方あるんですけどちょっと皆さんねビデオを止めて考えてみてブレインストーミングしてみて。 どういうポイントがその意見になるかちょっと考えてみてください。いいじゃあまず選択的夫婦別姓制度にしましょう夫婦は違う名字を使ってもいいですそれに賛成の人どんな意見があるかちょっとブレインソームしてえビデオをポーズして考えてみてください。はい、いいじゃあ皆さん考えましたか はい。じゃいろんな意見があります。まあよくあるのは名前変えるとわかりにくいですよという意見。例えば私高見智子なんだけど新しく結婚して山本智子になりました。でえ高見智子山本あ同じ人えあ一生結婚したのなんかわかりにくいですっていう意見ね。そして今現実95%女の人が名前を変えるから不公平ですっていう意見ね。そして 家族の人でも同じ苗字にしなくていいんじゃないですか他の国はオッケーだしっていうような意見ね、ありますねそして選択できることはいいじゃないですかチョイスがあるっていうのはいいじゃないですか同じ名前にしたい人は同じ名前にしてください違う名前がしたい人はそれでいいじゃないですかっていう意見がありますねえ、はい、じゃあ今度はね反対の意見のあの 考えてみてみディベートをする、ね、そして皆さんはいや夫婦は同じ名字を使うべきだという意見どんなのがあるかちょっとビデオをポーズして考えてみてください。はいじゃあ皆さん勉強しましたかブレインストーミングしましたかで例えばよくある意見を私が言うと、まあ、家族の人が同じ名字だと ね、誰が家族か分かりやすいですよ、ね、私の子供ねあ私のお父さん、ね。分かりやすいですね、同じ名字は同じ家族、シンボルですっていう考え方、ね。それから伝統ですよ、ね、そういう伝統ですよ。 ね、そしてまあ、伝統同じ苗字の家族はあ、同じ苗字は家族のシンボルっていうことで、家族の関係が強いですよ。ということね。そういう意見があります。ねで、さっきも言ったように。今日本の。 えー、日本で選択的夫婦別姓制度にしたいという意見もありますけど今はできないんですね、今、戦っている人がいます、チャレンジしている人がいます、できないんですね、そしてその今の制度、今のシステムに反対する人はじゃあ、今どうしたらいいのかということですね、1つは、どうしたらいいと思う ?1 <laughs> つは、もう結婚しない、私、結婚しないわっていう人いますよ。それから 事実婚をするる人もいる事実婚っていうのはオフィシャルには結婚してないけど一緒に住んでもう結婚したカップルと同じようにしますっていう人たちねそしてもう一つは結婚してまあ夫の名字ね相手の名字を使うんだけど仕事とか他の場ではあの自分の前の結婚の前の名字を 通称としてて使う通称っていうのは、まあ、カモンネームっていう感じですね。ねはい、そして国を訴える、さっき言ったチャレンジするということです。今、国にチャレンジしている人がいます。でね、これね1回ね2016年で訴えたんだけどダメだったんですよ。そして今もう1回、あの他の、ね、形であの訴えていますで。まだどうなったか わからないまだわからないどうなるかごめんわからないんですけどねどうなるかね、えー、私もとても興味がありますはいじゃあねちょっと変えてアメリカの調査を見てみましょうかアメリカ、えー、もさっきも言ったようにえー、っと アメリカは選択的別姓制度だから病児どっちでもいい同じでもいいし違ってもいいですっていうチョイスがある国ねで面白いのはこのねボクサル・グレツェンコっていうあのまああの何て言うのかな社会言語学の先生がした研究をちょっとここで紹介しますねこの研究はアメリカとロシア 2つとも選択的別姓制度どっちでもいいですよの国なんですね。でそこで結婚した女性結婚した女の人がね名字をどうしましたかっていうことを調べたんですよ。はい、じゃあちょっと見てみて皆さんアメリカにいる人が多いと思うんだけどアメリカはどう,どうでしょうね見てはいじゃあちょっと見てみましょうね。 アメリカは、まあ、この調査では妻が夫の名字に変えた人がもう80%ぐらいいるんですね、一番多い妻が自分の名字そのまま使っている人は17.91人ハイフンを使った人ハイフンあんまり人気ないですね、ちょっと長くなっちゃうからねそして、えー、妻が自分の名字に戻した人、これは多分あの。 夫の名前にしたけど、また自分の名前に戻しました。って人まあです。圧倒的に妻が夫の名字に変えた人が多いですね。はい、面白い。そしてロシア見てみましょう。ロシアもえっ、ー、と調査しました、えー。ロシアは妻が夫の名字に変えた人が88%ね。そして自分の名前を妻が自分の名前を使っている人は8.7%ね。 えとロシアも、えー、妻が夫の名字に変えた人は多いんです。ねそしてこの、えー、調査でも、えー、他の調査でもあるんですけど夫の名前を使う人ね自分の名前を使う人いろいろな意見があります。例えば、夫ののの名前を使うう人の意見っていうのは、まあ ちょっとハッピーな感じでね愛する人の名字になって嬉しいよ結婚した嬉しいよ、ね、愛する夫と結婚して私は新しいアイデンティティを作りました、ね、作ります新しい家族私夫それから子供、今から子供ができるそれは新しい家族新しい家族のシンボルっていう考え方 そして、伝統とか文化とか宗教でそれが当たり前でみんなしますよ、私もそうしますっていう当たり前、普通ですよっていう考え方、ね、それで意見がありましたで、まあ、もう一つの意見が夫の名前を使っていますけどちょっとあんまりハッピーじゃない意見もありました。それは 自分の名字使いたかったんだけど伝統はね伝統だったから諦めましたっていう意見それから私の夫が私に同じ名字を使ってほしいと言ったから私も同じ名字にしましたっていうね夫のためにっていう人これはちょっとあまりハッピーじゃないケースの意見だよね。それから、 夫の名前を使わなかった自分の名前をキープした人の意見もあります。それは自分のアイデンティティを大事にしたい大切にしたい私は生まれたときからずっとこの名前です、ね、だからずっとこの名前を大切にしたいですという意見それから私の家族自分の家族で他に名前を続ける人がいません私は兄弟がいない。 あるいは私は男の兄弟がいないいな妹ががます私が違う名前妹も結婚して違う名前になったら私の家族の歴史私の家族のレガシーがなくなるなので私は自分の結婚の前の名前、ね、自分の名前をキープしましたっていう意見、ね、面白いでしょいろんな意見がありますねでねこれ皆さんにちょっと面白いあのー。 あれなんだけど私の中国からの学生が教えてくれたんだよ中国のケース、面白い中国とか台湾もそうだと思います、えー、選択的夫婦別姓制度どちらでもいいんですけど中国ではほとんどが妻が別姓自分の名前をキープして夫と違うんですね。ででどどううししてっててっ思わないですかどうして それは中国では自分の家族とか先祖私のお父さんの上のお,おじいさんのお父さんのおじいさんのずーっと家族の歴史がありますねそれ先祖の歴史それはとても大切だから中国ではその結婚しました変えますしないそれがまあ当たり前なんですってねえ面白いですねはい。 とということで今、日本のケースアメリカ、ロシアのケースそしてちょっとだけ中国の話もしましたけど結婚と名字について学んだことっていうのをちょっとまとめましょう、ラップアップしますよ。まず皆さんにちょっと気がついてほしいのは自分の名字を決めるというとっても自分のプライベートなこと、自分のこと。ね それを決める時にもその国の制度システムとか文化とか伝統とか当たり前だと思われていることそして周りの人とね関係プレッシャーいろいろあるということです。そ、ね、そしして自分がしたその選択に 満足している人、ハッピーな人もいるけどハッピーじゃない満足していない人もいるかもしれないっていうことねそれが分かったと思います。ねはい、で今、まあ、結婚その後の名字っていうのは一つの例だったんですけどまたちょっと大きいフレームワークで家族について考えると家族っていう 家族っていうことについてもいろいろな考え方があると思うんですね。多様な考え方ってあると思うんですね。多様な考え方って言います今私たちこのビデオで夫婦同性選択別姓制度について考えました。同じ名字だからあごめん家族だから同じ名字ですよ。いやそうじゃなくても大丈夫ですよ。い、ね、ろんな意見があったでしょ。はい、他にもね 社会によって文化によって人によって家族っていうことを考える時にいろいろな考え方があります例えば同性婚同性婚っていうのは男の人と男の人の結婚女の人と女の人の結婚ねある社会ある文化ではそれは OK のところもあります他のところで OK じゃないあんまりまだ認められてないっていうところが 未婚の子供未婚っていうのは未っていうのはまだということです未婚っていうのは結婚してないということです結婚してないカップルの間の子供ねはいそれからステップファミリーお父さんお母さんが離婚しましたまた新しい結婚しましたステップファミリーがいますみんな家族どこまで家族、ね、そういう感覚のバウンドリーも違うかもしれないそして ね、今の家族のシステム家族の、まあ、あり方家族についてあんまり、うん、ハッピーじゃない人は家族を作らない結婚しない子供を作らないっていうことも考えるかもしれない、ね、社会の家族の考え方いろいろありますよいろいろありますでも家族と考えられないこれは家族じゃないっていうふうにされる人が 弱い立場の人がいるかもしれない、不公平になってる人がいるかもしれない。ね、そういうこともちょっとね考えてもらえたらなと思いました。だからちょっといろいろな考え方があるっていうので、えー、今日は家族について話したいと思ったんですね。はい、えー、っと皆さんに考えてほしいこと、最後に私のスライドをまとめたいと思います。 日本語ね。皆さんが日本語の日本語を勉強してる日本の文化大好きって思ってくれてる。すごく嬉しいです。ありがとうございます。皆さんとね、いつか会って日本語で話せたらいいなって思います。日本語をあ勉強する外国語を勉強する。日本語のクラスは多様な考え方を勉強する。学ぶいいチャンスですね。視野視野っていうのは皆さんのこう。見るところが視野を広げる。 いいチャンスだと思うんですね。周りで当たり前だと思っていることが、そうじゃないということに気づいたり、考えたりするいいチャンスだと思います。そして、もし皆さんがもう一つ進めることができたらいい当たり前だと思っていない、違う考え方を持っている人が、もしかしたら、 弱い立場にいたり不公平な立場にいたりするかもしれないっていうことにちょっと気がついてほしいなと思います。マジョリティのところにいる人は特にですねマジョリティの人っていうのは強い立場なんですよ。そうじゃない人たちがいるかもしれないその人たちはどんな気持ちだろうっていうのを考えてください。もし皆さんが違う考えを持っていてい 力がない弱い立場にいるとしたら皆さん一人じゃないっていうことに気が付いてください同じ気気持持ちを持ってていいいいいるる人は必ずいるっていうことに気がついてくださいそして皆さんがそういう人たちのためにどうしたらいいかみんながいろんな考え方を持っている人が一緒に、ねうん、楽しく嬉しく幸せに暮らせるような社会コミュニティ がどうしたらできるかっていうのをまだまだ若い高校生の皆さんにこれから考えていってもらえたらいいなと思いますはい、皆さん今日は本当にありがとうございました本当にね、皆さんと会いたかったんですけどでもビデオ見てくれてありがとうございます日本語の勉強頑張ってくださいねはい、じゃあどうもありがとうさようなら